阿弥陀如来は大乗仏教の如来の一つである。本名は阿弥陀仏、あるいは阿弥陀ユスといい、それを阿弥陀と恩赦する。阿弥陀仏ともいい、また略して未陀仏ともいう。本名の阿弥陀仏は、量知れない光を持つ者。阿弥陀スは、計り知れない寿命を持つ者の,の意味で、これを簡訳して、無量光仏、無量樹仏ともいう。正方にある極楽浄土という仏国土を持ち、 ごち如来において正法に位置するみ、自在大如来と同一視するが、新言宗では阿弥陀が、構造菩薩であった時に指示した仏として、別尊とする。浄土三部行のうち、無料、樹形と阿弥陀行の成立時期については、無料、樹形の成立時期と変算者を参照。冠無料樹形については、サンスクリット原点が2011年現在、発見されていない。 中央アジアで作成されたと考えられる。仏説無料受刑1歳の主上9歳のために王位を捨てて、四字財王仏の下で、構造菩薩と名乗り修行し、主上9歳のための五行進し、浄土への王女の手立てを見出し、主上9歳のための四十八を発願した後、改めて誓いを立て修行し、それが成就し仏となった法人仏と説かれる。また、現在も、 仏国土である、極楽で説法をしていると説かれている。特に浄土教書集においては、四十八眼のうち、第十八眼を重要視する、仏説阿弥陀行、極楽のありさまと阿弥陀仏の徳が説かれる、東方、南方、西方、北方、下方、上方世界の岩地菅の砂の数ほどの諸仏から、称賛されていると説かれる。そして、極楽に生まれる方法が説かれる。 浄土真宗においては、阿弥陀如来一仏を本尊とする。中心競技も、阿弥陀如来の本願力にのみ経営することとする。真宗においては、官無量、樹形の、十立空中尊という表現から、立像であるべきとされる。末法直世の主張は、煩悩不足の凡夫であり、自らの力では、いかなる善も完遂し得ないとする。そのため、他力によってのみ救済されるとする。 釈尊が浄土三部行によって説かれたことに由来し、全道は、官無料、受刑書にて、法念は、選択本願念仏集にて注釈し、それらを受けた診断が、県浄土真実教業書文類において、引用、注釈する。このことは、単二章の第二章に、端的に述べられている。浄土教書集において、主に用いられる、仏説無料受刑では、 無料呪物の維新巧妙、再存第一にして、諸仏の巧妙を及ぶことあたわざるところなり、新蘭の著書、健常度真実教業証文類例》は、実報剛者の諸仏如来、皆共に、無料呪物の維新孤独不可思議なるを散々したまう。また曰く、無料呪物の維新、極まりなし。実報世界無料無変不可思議の諸仏如来、彼を商談せざるはなし、諸仏中の王なり、 公明中の極尊なりとする。西山深草派の権威は、阿弥陀如来を一切の仏の根本とし、諸仏は阿弥陀仏を消しとすると主張する。この理解の強調として、権威は、禅道が初舟行に依拠して説いた言葉である。三世の諸仏は、念未陀三昧によって、小額を枝を挙げる。しかし、鎮税派の吉忠は、念阿弥陀仏三昧は、初舟行においては解かれず、 一切の仏は、阿弥陀仏を念じて成仏したわけではないとし、念仏残昧を、念阿弥陀仏、残昧とする理解は、阿弥陀仏を、訪問の熱死とするための全道の独自解釈だとする。チベット仏教では、無量寿仏と、無量光仏は、区別されている。また、ゲルク派、第二位のパンチェンラマは、無量光仏の化身とされる。チベット死者の書によれば、死後の四日目に、 魂の救済に現れるとされる。浄土三部行以外にも、阿弥陀如来は、多くの大乗経典に登場する。ホッケ行の役を菩薩本事品にも、阿弥陀如来は登場し、サンスクリット語原文においては、ホッケ行の関税音菩薩不問品にも、阿弥陀如来について言及されている。仏説出生母大心経においても、阿弥陀如来のガ力が言及されている。大乗理文不公明造教においても、 大乗理文字不公明造教の自教者が、阿弥陀如来の来語を得ることが説かれている。阿弥陀仏信仰の成立年代とその地域については、仏像にせよ、文献にせよ、特定の手がかりとなるものが少ない。しかし、浄土系経典に用いられる。仏教用語は、部派仏教の用語を下敷きとしており、少なくとも部派仏教確率より、以後の成立と考えられる。 また、浄土系経典の観約者の出身地は西域、および北、インドが多いことから、これらの地域で、阿弥陀仏信仰が盛んであったことが伺える。また、アレクサンドロス大王の東方遠征以降、ギリシャ系のインドグリーク朝やイラン系のクシャーナ朝などの支配のもと、北インドと西方世界の交流があったことを背景に、ゾロアスター教やミトラ教、あるいは、キリスト教などが、 阿弥陀仏信仰の成立に影響したとの説も一部で見られるが、未だ客観的根拠に乏しい。秘文に記された阿弥陀仏の最古の例は、北インドのマトラー近郊湿度の足だけを残す仏の台座である。悲鳴によると、クシャーナ朝のフビシカ王の28年に対象により封見されたものである。阿弥陀仏に言及した経典の現存する最古の例は、 五冠末期の西暦179年に、西域像の白岡神によって寛役された、仏説初船三枚用である。また、西暦148年にはすでに安代高が、無料、樹形を寛約したと伝えられるが、欠本となっており現存しない。西暦2世紀末になって、これらの彫刻や文献が出現することから、阿弥陀仏の信仰と協議は、 クシャーナ朝前期の西暦一世紀から二世紀の間に発達したと推測される。憲本着色山腰阿弥陀図所蔵阿弥陀如来像等、時代軍遺跡靴阿弥陀三尊蔵修羅ぎ統一時代七世紀。三枚屋型は、蓮の花。趣子は、キリーク、ハー。造形化された時は、シン具をつけない。質素な服装の如来型で、陰創は天院、説法院、雷合院などがある。 阿弥陀三尊として祀られるときは、脇地に観音菩薩、静止菩薩を拝する。密教においては、五福の一如来として尊崇される。造用は、一般的には、上記の謙虚のものと同じだが、一部には、奏信具を身につけたものもある。密教式の阿弥陀如来のうち、紅れない張色阿弥陀如来と呼ばれるものは曲げを高く、弥い上げて、奉還をいただき体色が赤いのが特徴である。 主に真言宗で伝承される。また法冠阿弥陀如来というものもあり、こちらは天台宗の常行三昧の本尊として祀られる。紅れない阿弥陀如来と同じく法冠などの創神具を身につけ、金剛法菩薩、金剛理菩薩、金剛元菩薩、金剛五菩薩の四菩薩を建属とする。阿弥陀三尊像国宝鎌枕時代以降、日本では浄土教の流星を受けて、 阿弥陀如来に関連した単語や言い回しが登場するようになる。十八番前日の通り、浄土教において四十八眼のうち、第十八眼を本眼として重要視することから、最も得意なことを指す。阿弥陀くじ阿弥陀弥の形はもともと線を中心から、周りに放射状に引いたものであり、それが阿弥陀如来像の後輩に似ていたことから、阿弥陀かぶり帽子やヘルメットを後頭部に引っ掛けるように、 浅くこむること、蒸気と同じく見た目が後輩に似ていることから、他力本願前日の通り努力しないことや、無責任であることを表現するのに使われるが、本来の意味を誤解、誤用した語である、ありがとうございます。